ニュースマグビです。8月上旬、大阪にいた向井理さんの姿をキャッチしました。主演舞台美しく青くの千秋楽を終えて帰郷する時の様子で、左手薬指にはキラリと結婚指輪が光っていました。演技中は指輪を外す必要があるため、普段は結婚指輪をしない俳優さんも多い中、向井さんは愛妻家のようです。現場では2人のお子さんの写真を共演者やスタッフさんに見せるほど子煩悩なのだそうです。奥さんの国中涼子さん、幸せですね。雑誌のニュースを動画でチェック、ニュースマグビ。